国連中心主義とは国家の安全保障などの政策を国際連合との整合性を中心にして組み立てていくこと。具体的には国連憲章に定められた国連の目的を追求する外交を目指し、それを中軸として他の外交も展開していくということである。第二次世界大戦後の日本において国連中心主義は 自由主義諸国との協調、アジアの中の日本と並んで外交政策の基本軸として位置づけられている。日本における国連中心主義は国連を外交の中心に置くことによりアジア諸国と米国の二つの立場の真ん中で泳ぎ回るために考えられた。国連中心主義を打ち出した1957年版の外交聖書は国連中心主義と 自由主義諸国との協調の関係を以下のように説明している。国際連合がその崇高な目標にもかかわらず、その初期の目的を十分に果たすに至っていないことは、国際政治の現実として遺憾ながら、これを認めざるを得ない。このような際に、我が国としては、一方において国際連合の理想を追求しつつも、他方において我が国の安全を確保し、 ひいては世界平和の維持に貢献するための現実的な措置として自由民主諸国との協調を強化してきた。昭和32年版我が外交の近況、外務省このように国連中心主義は国連が国際の平和と安全を維持する機構として十分な機能を果たすという前提の下で日本外交の基軸とされたのであり常任理事国の対立等の問題で 国連が期待されたような機能を果たせない状況が続く中で実際には自由主義諸国との協調こそが戦後日本外交の基軸とされたのである。なお、国連中心主義の文言は1957年発行の第1号から1958年発行の第2号まで登場したが、1959年発行の第3号からは、 外交聖書に記載されていない。現在では、国連外交との語が用いられることも多い。小沢一郎が提言する、自衛隊の海外派兵の新しい原則も、国連中心主義と呼ばれることがあるが、これは、国際連合安全保障理事会に承認された、平和活動への参加はたとえ国連憲章第41条、第42条の強制措置であっても、 憲法違反にならないとする新しい憲法解釈の提言であり、その際、横田喜三郎の憲法解釈を援用するものである。小沢は、この原則にのっとり、国連憲章第7章に基づき安保理に承認された活動である湾岸戦争や国際治安支援部隊への自衛隊の参加を主張した。また同時に自衛隊とは別組織の国連支援部隊創設を主張している。 鶴岡先人、改装日本と国連の30年、外務省。昭和32年版はが外交の近況。外交聖書、外務省ホームページ。外務省。2021年6月21日閲覧。この根本目標に従い、今や、世界の列国に移する、我が国は、その新たな発言権を持つて、 世界平和確保のため積極的な努力を傾けようとするものであるが、このような外交活動の基調をなすものは、国際連合中心、自由主義諸国との協調及び、アジアの一員としての立場の堅持の3、大原則である。斉藤静雄続、国際連合の新しい潮流、外務省。昭和十二年版はが外交の近況。外交聖書。 外務省ホームページ外務省2021年6月21日閲覧外務省昭和33年版和が外交の近況外交聖書外務省ホームページ外務省2021年6月21日閲覧国際連合中心自由主義諸国との協調アジアの一員としての立場の堅持という3つの原則は この根本精神の外交活動における三つの大きな現れ方を示すものに他ならない。外務省。昭和33年版我が外交の近況。外交聖書。外務省ホームページ。外務省。2021年6月21日閲覧。国際連合中心の原則を実行に移すに当たって我が国は次のような立場をとってきた。外務省。 国連における日本の取り組み日本と国連の50年外務省ホームページ外務省総合外交政策局国連企画庁成果 P22021 年6月21日閲覧ただし第3号以降国連中心主義は登場せずなお第3号にも国連を中心とする我が国外交の基本方針との文言が登場する外務省 昭和34年版我が外交の近況。外交聖書。外務省ホームページ。外務省。2021年6月21日閲覧。藤山主席代表は、9月18日の総会本、会議において、一般討論演説を行い、国連を中心とする、我が国外交の基本方針及び、台湾海峡問題、中近東問題。 軍縮問題等々面の重要問題に対する我が国の態度を鮮明するとともに世界経済の安定と拡大特に後進国開発に対する我が国の強い関心を悲劇し最後に国連は各種の対立を積極的に克服するため寛容と理解に基づく建設的な解決のための場すなわち世界の議場とならねばならないと述べこの目的のために我が国も 積極的に努力する用意がある旨を表明した外務省日本の国連外交国際連合日本政府代表部ホームページ外務省2021年6月21日閲覧外務省国連外交外務省ホームページ外務省2021年6月21日閲覧外務省日本と国連 外務省ホームページ外務省2021年6月21日閲覧横田滝三郎自衛権有比較世界2007年11月号ありがとうございます